ゾゾゾ。ということで、ゾゾゾの時間がやってまいりました。はい、とんでもなく暑いですよ。ちょっとですね、本日これからタイで有名な呪物市場というところに潜入していきたいんですけれども。呪物市場、タイの幽霊は物につくと考えられておりまして、そこからタイでは呪物っていうのが結構有名なんですよ。一見普通の市場のようだが、僧侶の骨や髪の毛が練り込まれたお守りや悪魔のような姿をした人形が販売されており、一筋縄ではいかない呪物らしきものが並んでいる特殊な市場となってます。ということで、ちょっとタイの撮影が無事に終われるように呪物市場でお守りか何かを買いたいなって思うんですけど、取れ高的に幽霊とか霊障を引きつける呪物とかもあればそっちの方がいいのかなっていう。逆にこちらにもちょっとただならぬものがいろいろ取り揃えてあると。うわ、これはちょっと、いやいやいや、これ今パッと見てるだけだけどなかなかヤバいのいっぱいあるよ。僕はこの店で呪物師をしているよ。ここにある呪物のほとんどは僕が作ったんだ。数がすごい。いや、これちょっとどう、うわ、いや、びっくりした、やだこれ、何、うぅ、いや、うふぅ、多分本物の髪の毛ですよ。そうか、マジ。いや、あとさ、なんか結構このこれ映せんのかな、液体が入ってんの、なんか何かに。これ何なんですか。これは別れたパートナーを再び惚れさせる呪物だよ。つまりちょっと心の離れつつある奥様に塗る。なんか落合さん欲しい呪物とかそういうなんかないですか。ないですね。これは人間の顔の皮膚で作ったお面だ。日本人のお客さんにとても人気なんだ。怖っ。俺今皮膚触ってるってこと？これが人間の顔面の皮膚で作られていると。これおいくらなんですかね。4000バーツだし、しし1万6000ぐらいだ。これ持ってたらフォロワーが激増するって。これ持ってからフォロワーが激増するんですか。ちょっと我々に必要なものじゃないですか。必要なものなんだけど、ごめんなさいね、本当に変な意味じゃないんですけど、正直今すぐ話したい。子供の位牌もう打ち込められてるみたいな。いや、すごいの来た。中にいっぱい、はい、いや、すごいすごいすごい、これはすごい。子供の位牌を刷り込ませている人形もあるよ。いや、これはちょっとさ、すごいよ。見た目がすごいし、やっぱどうしても空港出れないと思うんだ。もっと恐ろしい呪物を紹介するよ。この瓶の中には溺れて亡くなった女性の霊が封じ込まれているんだ。1000バーツ4000円。安いし、結構量あるよね。いや、もうちょっと汗かいてきた。今日我々これから心霊スポット廃墟に突撃するんですけど、なんか安全祈願というかお守りというか呪物みたいなってぴったりなやつってあったりしますか。ごめん、カメラ多くない。怖いところに行くならこれはどうだい。わお、これは魔除けの呪物で自分の身代わりになってくれるんだ。でもこれ入国の時に日本の方ですよね。あ、日本の空港で止められた。止められたんです。じゃあ落合さん、これは買って帰れない。これも持ち主の身代わりになってくれる優秀な呪物でね。例えば君が交通事故にあってもこれを持っていれば安心さ。身代わりと、じゃあ仮面買ってきますか。身代わりと仮面にし買おうかなと思ってます。ちょっと YouTube 頑張りたいなっていう感じなんで。はい、ちょっとざわついてます店内が。洗濯ミス。もう一個紹介したいんです。あ、いいですよ。ちゃんって知ってるだろう。これはリップみたいなものなんだけど、これをつければすぐちゃんより人気者になれるよ。人気になるリップ。まあそれ買うよ。塗ってあげる。塗ってあげる。塗ってあげて人気になります。今やってくれるんですか。今やってくれるんです。皮めちゃ人気に。あ、なんかすごい、いい匂いです。すごい匂いする。ผมตบตบกูจักมนตบจังหุ่นกูจักมนตบคนกองให้กูจักมนตบใหม่ของฮักกูจักมนตบรักของตาวกันกูข่าวกองฮักกันกูตักกองฮักกูร้อยวันปันมือเหมือนตื่นเส้นคำอย่าลงอย่าลืมกูแต่เนอนางเนอเออนางฮักอมสว่าอูเอวตาสงสารเอฮิใจปานมามาอูอยู่ได้กะห้องให้มาหากูอมสว่าผมติดอูเอวตาสงสารเอฮิใจปานมามาอูอยู่ได้กะห้องให้มาหากูอมสว่าผมติดอูเอวตาสงสารเอฮิใจปานมามาอูอยู่ได้กะห้องให้มาหากูอมสว่าผมこれで人気者間違いなしだ。どうですか、なんかパワー。
はあ、そうですね、うん、まずお兄さんのソフトタッチがすごい。ということでね、お腹いっぱい夢いっぱい呪物市場ということで、はい、もう本当にたくさんの呪物紹介していただいて、まあ、そのどれもがね、まあ、なかなかパンチがあってね、ちょっと映せるのが心配なものもいくつもあったんですけど、まあちょっと知らない世界を知れた気がしました。 すごいサービスしてもらっちゃいましたね。なんせ3万2000使ってますからね。ということで落合さんには早速ゾゾゾポイントつけていただければと思います。呪物市場ゾゾゾポイントは3。そうそうそう、1日は入れないね、ここ多分ちょっとおかしくなると思う、ここにずっといたらまあでもそれぐらいね、なんか呪物の奥深さというかね、なんか見せられて買いに来る人たちもやっぱたくさんいるんだなということを知ることができました。山本さん的には気になった呪物とかありました？いや、やっぱり身代わりは1体は欲しいっすよね。まあ、あの山本さんもちょっと欲しがってる身代わり人形2体ですか？そうですね、1体購入したところもう1体おまけでなんといただくということです。身代わり1体いただくはだいぶでかいですよ、ね、ちょっとね、これでタイの撮影も安泰ということで。使ってるね、だいぶ使ってましたね。え、ちょっと人影見えない？違うよね。いや、俺もう無理無理無理、本当に無理本当に無理。え、ちょっと見えるよね、人影に。ということで、地元の方もここの家は本当にヤバいということなんですが、ここだ、これだ。え、そのまんまにすることあんの？封鎖された扉がある。絶対開けちゃダメだよ。立ち入り禁止のテープがめっちゃあるね。いやいや、マジで暗いんですけど。ちょっと待って、向こうにも部屋あるんだよね。噂だと子供の霊。タケル君大丈夫なの？大丈夫じゃないよ。何これ、写真？なんでこんなとこあるの？ダメだ、電話通じない。もしかしてですけど、はい、これですか？こちらですね。でかすぎるでしょ。でかいな。これマジででかいぞ。建物がどれぐらい広いのかが全くまだ分かんないんですけど。お、女の人の顔？え、何ここ？もともとじゃここは道じゃなかったっていうこと？いたずらというか本気で何かをやろうとしてた、ただのこう落書きでこれ選ぶかなっていう感じですよね。監禁されてた鉄格子みたいになってますよね。動くんですけど何があったのって。怖いね。あ、めっちゃ怖いね。あ、めっちゃ怖いわ。え、ちょっと今、え、すっごく近くなかったっすか今？え、ちょっと待って、俺マジって、待って待って、これマジで待って、何ですかこれ？こういう感じ、こういう感じの、ここには絶対何かがいるのよ。来た。物が動こうとした。いいところいっぱいあると思うんだよ、タイも。じゃないと俺嫌いになりそう、タイが。